養号の松養号の松は東京都江戸川区東小岩の全養寺境内に生育している黒松の巨木である。樹齢は600年以上で、反母面積は日本一と言われ2011年9月21日に国の天然記念物の指定を受けた。正式指定名称は全養寺養号の松。香川県大川郡市土町にあった。 岡の松との日本一争いでも知られている。四方に生育する江田新聞州と与山派に属する善用寺は室町時代の創建と伝えられるが、この松が植えられたのはそれ以前とされる。養合という言葉は、神仏がこの世に仮の姿をとって現れることを意味するが、誰がこの松に名付けたのかは不明である。樹高は約8メートルほどだが、地上。 約2メートルのところで枝を四方に生育させ、82本の支柱がその重みを支えている。幹の太さは約4.5メートル、生育した枝の長さは東西方向約28メートル、南北方向約31メートルにも及び、半母面積は800平方メートル以上に達している。延響2年に書かれた聖住山聖小蛇力には善用寺の境内に、 七広五条の大井松があると紹介されている。1940年までは、禅用寺の尿門左手に、星折松という、もう一本の松があった。樹高50メートルに達する星折松と、樹高は、低いが、半母面積の広い黄号の松は、高一体として、鶴と亀に例えられ、縁起の良い松として親しまれた。随筆家の大町経月は、 東京湯行機という気候文の中でこの一帯の松の機関を褒めたたえている。しかし、星折松の方は腰しその後二代目が植えられている。600年以上の樹齢に加え、半も面積の広さと整った樹形で、日本で最も古い松、日本一の名松と長く名声を博し、1926年4月には東京都の天然記念物に指定された。しかし、 1970年代後半になって、ライバルの存在が判明した。善用寺の当時の住職が寺の門前に建てていた、日本一という看板を、偶然見かけたタクシーの運転手が、私の出身地、香川県首都町にある、岡野松こそ、日本一ですと知らせてきた。その知らせを聞いた、当時の住職は、岡野松が生育する、首都町の新刻寺へ出向いた。岡野松は、 樹齢550年から600年と言われ、樹高は8メートル、枝張りは33メートルあった。住職が薪弱で実測してみたところ、わずか数センチメートルの差で丘の松の枝ぶりの方が大きかった。半も面積は互角だったため、住職は形の良さでは養合の松が上と自らに言い聞かせたという。日本の名木をめぐる争いはマスコミにも注目された。 テレビの情報番組が、養合の松を、日本一と紹介したことに対して、新閣寺川が抗議し、全洋寺川もラジオ番組に出演して、養合の松こそ、日本一と訴えた。双方とも一歩も譲らず、論争は一年余りにわたって続いた。この論争は、思わぬ形で1980年5月に決着を、迎えた。全養寺で大相撲の行事の法要が取り行われた。 再三列した、指導長出身の行事と住職が松をめぐって、口論になってしまった。それを見かねた立行事の、章之助は、どちらも日本一につき、双方引き分けと裁いた。同席下地元小岩出身で、当時日本相撲協会の理事長を務めていた、春日農の方も、双方を東西の横綱に推挙すると正之助の裁きを後押しした。この、 名裁きにより善葉寺と新格寺の争いは解決し、住職も正之助の計らいに感謝した。翌年9月には、春日農の方から、日本名章番付横綱水居場のプレートが、善葉寺に贈呈され、松の下に設置されている。その後東西の横綱松として、養合の松と丘の松はなお連ねれていたが、1993年5月20日、 他の松は枯死してしまった。残された養合の松も1970年頃から葉の勢いに衰えが見られるようになっていた。秋に褐色となった葉が冬に大半が落葉したため土壌に養分を与えて樹勢を回復させたが1980年代にまた病害にあった。赤茶けた色の葉は養合ではなく紅葉の松と揶揄されるほどだった。 窮地に陥った、この名木を救おうと地元の人々が立ち上がった。2001年の調査で近くにあった池の埋め立てによって水はけが悪くなって根が酸欠状態になったのが樹勢の衰えの原因と判明した。翌年から樹勢回復に取り組み、根を傷つけないように配慮した上で地表から約60センチメートルの深さまで土を入れ替え、 水はけを良くするための地下水路も設置した。松の保存委員会は土壌研究の専門家などを加えて10年越しで開催され2011年7月にすべての工事が完了した。要望の松は1990年に開催された国際下と緑の博覧会に合わせて企画された新日本名0百選に選定された。2011年9月21日には 国の天然記念物にも指定されている。ABC 全幼児用語の松文化庁、ウェブサイト、2011年10月15日閲覧。ABCD、江戸川区の史跡と、名所33ページ。ABCDEFGHIJKLMNOPQRST、読売新聞2011年9月26日付長官、第14番、第33面。 江戸川区の史跡と名所31ページ。ABCD 江戸川区内発全洋事業語の松国の天然記念物に指定江戸川区役所ウェブサイト2011年10月15日閲覧。ABCDEF 居住巨木145ページ。ABCDEF 新日本名木百千六十六から六十七ページ。 全幼児2011年10月15日閲覧。AB 岡の松2011年10月15日閲覧。AB シドの岡の松物語シド町村探検隊2011年10月15日閲覧。新日本名簿百選2011年10月15日閲覧。新日本名簿百選、目次2011年10月15日閲覧。ありがとうございます。